しようか。ちょっと、このぐらいです。まあでも一応1個が大きいので、そうですね、ですね、1日2回飲むんですけど、入ってる中身ね、はい、まあ、ゲリドリです、はい、死者剤ね、それからタウリ、うん、タウリね、ちょっと肝臓元気です、はい、それからプロバイオティクス、プロバイオティクス腸の善玉菌、腸の善玉菌を補って、うん、いいうんちが出て腸の環境が良くなると免疫力が上がってくるというわけですね、うん、それから総合ビタミン、それからブドウ糖、ブドウ糖をねちょっと甘みつけて飲みやすくするため、もう一個アガリクス、アガリクスはキノコです。でキノコにはベータグルカン、私たちが食べるしいたけ、まいたけもそうなんだけど、キノコにはベータグルカンっていうのが入ってる、でこれが免疫力、自分で治す力を高めてくれる。結構まいたけ細かく切って茹でて、あ、いいですね、あの茹でてあげてるんですけどね、人間にもワンちゃんにも少量のキノコはね本当にいいですよ。でこれを一つの袋に入れちゃいますね。はい、お願いします。それで健康チェックを渡したでしょ、うん、であとそれとあの ID ローファットのドライね、あ、はい、10g のやつと、それからちっちゃい小袋、小袋じゃんけど、ね、1キロぐらいかな、一番ちっこいやつを出しますから、はい、ありがとうございます。で 10g のうちに食べなかったら肉とちょっと混ぜて 10g にしながら、そうそう、10g とプラスもう 10g は肉と、そのかぼちゃとか、かぼちゃとか、はい、そういったので人間性より大変だね、大変ですよね、ちょっと、ね、家族だからね、そう、それで要はさ、2つのパターンがあるんですよ、良くなっていく場合と、全然良くならずにまだ下痢が続く場合と、だから良くなっていく場合はまあいいんですよ、だんだん良くなっていくからですよね、うん、でもこうやって治療してもさ、ぐずぐずする場合は、これ前見たのがいつか何見させてもらってますよね、まだ11月、去年の10月、血液検査10月25日、1ヶ月前ね、1ヶ月、そうや、ついこないだじゃん、これ、そうそうそう、つい最近、だからほとんど悪くなかったもんね、全然ね、そんな、あの肝臓も、それから腎臓も、膵臓も、そんな悪くないんですよ、だけど、急に悪くなることがあるんです、特に膵臓系は、そう、だから、あのその時はちょっと調べて、ちょっと見どころがおかしいかなって見ながらね、治療しなきゃかもしれません。膵臓が悪いとこういうやっぱり嘔吐と下痢が続くんですか。膵炎だと本当に厄介ですよ。長い。治らない。治ります。いや、治らんくもいますよ。体力が持たなくてね。だけど、治る子はちゃんと治療すれば治る。だけど時間がかかる。まあ、じゃあとにかくね、今日はね、よくこの止めてあげてお水だけね。お尻はさ、なんかあんなになってたらさ、お湯かなんかさ、スプレーでシュシュシュってパパパッと拭けたら拭いてあげた方がいいけど、まあ、あんな怒るんだったら、まあそう無理ですよ、怖いもん、噛まれちゃダメだからさ、母さっき噛まれてたし、相当痛いからね、そんな風になっちゃうんだ、ね、そうよね、まあ、下痢さえ止まればお尻はだんだん良くなってると思いますけど ね、ただまたこの今月が下痢だったらまた、同じことで、ね、そう、疲れちゃうからさ、一応私刺激の少ない消毒薬でいたんじゃない、綺麗にして最後にちょっと高速スプリンを塗っときました、はい、で今日出すご飯ね、これですね、これを出しますんでね、はい、まあよかったら入れたら見といてください、わかりました、はい、はい、じゃあ今薬をしてますんで、ちょっと待ち合いでお待ちください、はい、